はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。本日はですね、120センチ水槽というか、まあこのギニア水槽の現状というところでやっていきたいと思います。まああんまり変化はないといえばないんですよね。本当にない。まあどうですかね、ランプアイが多少大きくなったとかっていうのはあるんですけど、ここら辺にたくさん詰まってるんですけど、なんかランプアイは10匹しか買ってない割に倍ぐらいには増えたような気がしますね。なんかまあなんていうんですかね、まあメダカなんてよく増えますわな。餌もあんまあげてないはずなんですけど、割合によく増えて、まあ結構ボルビティスとかが密に生えてたりするんで、やっぱそこでなんていうんですかね、ちっちゃいやつが隠れて増えられるのかなとは思うんですけど、まあレッドチェリーも入れてるんですけど、結構レッドチェリーも増えてるんですよね。メダカと一緒に入れると食われちゃうみたいな話聞いたんですけど、あんまり食われずにいい感じでじりじり増えてるっていう感じですね。まあでご覧の通り、最初言ったギニアアンブリアは全滅と、でクリスパはほぼ死にかけで、まあなんすか、ルドーだけがまあなんか生き残ってるっていう感じですね。でまあ買ってきたグリーンとレッドのロータスはどっちもレッドで、まあただ色合いは結構いい感じっていうところで、まあ、今浮き葉がね出てて、なかなかそれもこんな感じで浮き葉出てるんで、ワイルド感があっていいですよね。まあそんな感じですかね。あんまり特筆対処すべきところもないんで、ただまあこの120のレギュラーサイズっていうのは結構おすすめですね。結構いい感じですね。なんか逆に圧迫感がないっていうんですかね、そのあんまでかくないなっていうのが正直な印象で、でなんか今180センチ水槽をまあ自宅の方に置いてる、まあ、自宅というかまあ広島の方に置いてるんですけど、それとなんか感覚一緒かなみたいな感じなんですよね。まあ、やっぱ高さが45しかないんで、やっぱりなんていうんですかね、その圧迫感がないですよね。やっぱ高さが60あるとグッとこう迫ってくるような感じがあるんですけど、まあそういうのもなくて、でまあただ奥行きとかはまあそれなりに、まああるって言ってもまあでも45なんで、まあ90を指して変わらないというところなんで、なんかなんとなくちょっとその、まあ乱中水槽ではないんですけど、これに関して言うと、ただまあなんかイメージはやっぱり乱中水槽っぽい感じっていうのもあって、なかなか優秀なサイズ感だなと。まあ高さ物足りないというのは物足りないんですけど、まあそれもそれでね、まあギミックというか、として見れば面白いなと思うので、なかなかいいんじゃないでしょうかというところで、まあでもあんまクソについて言及することがね、ないんですよね。まあでもここら辺とか結構綺麗ですよね。わかりますかね、この奥のこのボルビキスのこの気泡の感じが。やっぱりシシバっていうところ、まあ変わり場ですかね、っていうところで買ったんですけど、やっぱそれがよく出てますよね。やっぱり変なちょっと葉っぱだなみたいな感じで。でも何よりめちゃくちゃでかいっていう、ところがおもろいっすよね。まあ、上から見る方がなんとなくっぽいんですけど、まあこんな感じで、まあボルビキスらしいボルビキスですよね。結構本当一個一個がでかいっすよねこれ。
で緑でやっぱこっちのねあのナローとはやっぱ全然違うなって、こっちはやっぱすごい繊細ですよね。もうこれはこれですごい綺麗なんですけど、繊細なのと比べてやっぱこっちは全然もっと武骨なゴツゴツしたような感じで、これなかなかやっぱり面白いですよね。ルーツでもまあこういう感じで植わって生えて売られてるんですけど、やっぱなかなか見応えがあっていいなというところですね。まあでロータスはね、まあそんなあんまり赤いなめっちゃ赤いなこいつだっていう感じで、まあ、言及するところもないんですけど、まあ、クリナムがね結構でかくなって、やっぱり結構私よく引っこ抜いちゃうんですけど、こういうのあここの位置じゃなかったなみたいな。だクリナムそれ現金なんで、まあ、絶対やっちゃいけないことの一つなんですけど、まあなかなか現段階では一回も植え替えてないんですけど、やっぱ調子上げてきますよね。なんかやっぱりその葉っぱのうねうね感もやっぱ次第に強くなってきますし、やっぱこれはね植え替えずにじっくりやるのが吉だなというのがやっぱよくわかる草ですね。いやーなかなか、まあちょっといろいろスペースが空いちゃってるんで、それはどうしようかなっていうところではあるんですけど、まあ今のところギニア便が来ることもまあたまにあるんですけどね、ギニア便。まあでもなんかね、ギニア便で来て根源シストが、あでもそうか、今アヌビアス来ないのか、だからまあなんか結構古いタンスとか来るのかな、まあそういうの来たらいいんですけどね。うん、なかなか、いやこれなんか見ていて落ち着きますね、この水槽は。結構苔いっぱい出てるんですけど、落ち着くなぁ。まあといったところで、まあ、これからちょっとチロッとメンテナンスして終わろうと思います。ということで、豊洲商店でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。